2018オートバックスーパー GT 第4戦チャンススーパー GT レース予選です。スバルはどうか、マイナス表示できた。スバル BRZ 現在18番手、上げてこれるか井口、上がってきた。10番手タイム1分43秒415。15分間ずっとやばいなと思いながら走ってました。ちょっと難しいなっていう予選だったんですけど、で残り1周であのタイムも、まあ、上げれたので、なんとかあの Q1 は突破できて、まあ、ホッとしてるっていうのと、まあ、ちょっとあのまだ速さが足りてないなっていうのと、あの両方ありますね。スバルですね、8番手に入っています。1分33秒167。そうですね、走り始めからうまくいいところがまだ見つかってなくて、でそのインフォメーションは伝えてるんですけど、なかなかそれでもあのいいところがつかめないというところで、まあ、ただ朝のフリー走行より、今の予選は良くはなっているので、まあ、方向性的にはこっちじゃないかなとは思うんですけど、やっぱりそこのそのあと一歩を見つけれるように、早く見つけれるように頑張りたいなと思います。はい、Q1 がまあウェット で Q2 がドライということで、まあ、ちょっとそこ の選択というかタイヤの選択も、まあ、ちょっと難しいところはあったんですけど、まあまあだったかなと思ってます。はい、まあ、前回の鈴鹿が3位だったので、まあ、今回のタイはそれ以上取れるように頑張りますので、声援よろしくお願いします。